サガラコーチチャンネル。はい、どうも、日々この編集、サガラコーチです。僕って黒い服しか持ってないじゃないですか。今回そんなことはどうでもいいんですが、一人暮らしでそんなに広くない家に最適なソファーとテーブルをご紹介しようと思います。大体一人暮らしだと、6畳から10畳くらいの部屋の方が多いと思うんですが、ソファーを置くと部屋が狭く感じて嫌だけど、ないと不便だし、テーブルもデスクも置きたいけど、2つ置く場所ないよーっていう方も多いと思うんですね。今回そんな方に、ぜひおすすめしたいテーブルとクッションを紹介します。まず紹介したいのがこちらのテーブルです。一見普通のテーブルなんですが、本当に普通のテーブルで、両サイドを持ち上げるとなんと天板が持ち上がり、デスク代わりになるんですね。普段床に座って生活している方も、天板を持ち上げることでこのように快適に作業や食事ができるわけです。さらになんと天板の下には収納スペースがありますので、収納が部屋に少ない方は重宝すると思います。このタイプのテーブルはリフトアップテーブルと検索していただければ、様々な価格帯のものが見つけられると思いますが、こちらは最安で約2万円で購入いただけます。次に紹介したいのがこちら、ヨギボーです。こちらの商品はご存知の方も多いと思いますが、人をダメにするソファーと呼ばれておりまして、そして僕ってこのソファーを東北大学って呼んでるじゃないですか。なぜそう呼んでいるかと言いますと、人をダメにするソファーと、私を一浪一流飲酒落ちさせダメにし続けた東北大学は同値なわけですね。この東北大学は数ある大きさのヨギボーの中でも2番目に大きなマックスというサイズなんですが、平らに置いた場合は2人が腰をかけても余裕で座れますし、180センチ前後の人間も余裕で寝ることができます。稲葉式に人が腰をかければ100人乗ることも可能です。さらにはこの東北大学、なんと立てることで一人掛けのソファーにもなります。さらには絶妙な角度をつけることで、リクライニングソファーだと錯覚することもできます。先ほどのテーブルと組み合わせることで、天板を上げて東北大学を立てれば、デスクとソファーの組み合わせになり、天板を下ろし東北大学を横に置けば、ローテーブルとクッションの組み合わせで複数人でくつろぐこともできるわけですね。これさえあれば一人暮らしの狭い家でもスペースを有効活用できますし、友達が来た際も広々と部屋を使えるわけです。まあまだ誰も家に来てないんですけれどもね。